泣く子も黙る長領さんかい。でもここまでだ。李天殿、学臣殿。いても立ってもいられず出てきてしまいました。私にはこちらの方が性に合うようです。一人で英雄気取る気かよ。ヘドが出るぜ。当該殿、あなたはもう終わりです。生徒大衆、当該に反逆の意あり、そういうことになったんです。生涯殿、この地を我が物にする気だな。察しがいいじゃないですか。なら、おとなしく牢に入ってください。このことをお伝えしたかったのですが、今はまずここを脱しましょう。みんな、よくぞ戦い、よくぞ敵を退けた。勝ちどきをあげよ、この慶州に我らが義は届いた。これでいよいよ曹操との決戦も目前か。だが、呉がこの先どう動くか、局面は複雑さを増した。それでも私たちならどんな困難も乗り越えられます。勝ち続けましょう、みんなで、父上と共に。ああ。危機に及んでの情は軍紀を乱す。厳然たる事実は受け入れさせてこそ。劉備、お前、そして私、三者で支える天下があってもよいと私は思うのだ。過去に用はない。実に見事である。どうだ、正式に遠家の将とならぬか。